ビットコインがが値上がりしてますよねでもお金を出してビットコインを買うのって結構ねうんしんどいですよね、まあ、ですんでお金を1円も使わずにビットコインだけを手に入れようと思ったらこんなサイトがあるんだよってことを今回は紹介しようと思いますそれが今ご覧いただいているビットトスタートというものですよね、えー、今日が令和3年1月2日なんですけども昨日私もこのサイトを知りまして今日からね、えー、右上の方から新規登録っていうのがあるでしょ えー、これでね、私もアカウント作って、今日からビットコインをタダでどれだけ手に入れることができるのか挑戦しようと思うんですよ。これだったらいいでしょ。リスクはないし、ビットコインで値上がるチャンスはかなりありますから、まあ仮にね、ビットコインがいわゆる飛んだ状態になっても損はないわけですよ。でもこれからビットコインをこうやってね、ちょこちょこ貯めていく中で、もしかしたら数万、数十万、数百万ってできるかもしれないですよね。ということで今日新規登録をしながら、このビットスタートっての 今日から始めていこうと思います。で、この動画はシリーズにしていこうと思いますので、私と同じようにね、作業をしていれば、まあ、ビットコインがどんどん稼げるようになって、それが日本円にも変わりますし、もしかしたらね、ビットコインオリジナルの流通市場ってのもこれからできるかもしれないですよね。ということで、チャンス盛りだくさんの番組になってます。ご期待ください。ちょっと見ただけでも、うん、中央の方にね、LINEFX というところで1000円相当もらえるとか、 ジャパンネット銀行っていうインターネット銀行を作るとビットコインが700円相当もらえるとかまあ盛りだくさんなわけですよ。このページだけでもすでに1万円以上手に入るそうだなっていうところがありますしもうちょっとね右側の方を見ていただくと多分これ LINE の友達になっただけでビットコインが一番上から5円もらえたりその中央の方ですねビットスターなんとかっていうので10円相当もらえたりあこれはアンケートに回答したらですよね。でビットスターと公式 ライン登録5円相当とかねいろいろありますよねここだけでもまあちょ,ちょこちょこっとね稼げていきそうですよね下の方にこうやって動かしていくとままだまだありそうですとりあえず、うん、ツイッターとか LINE をフォローするだけでももらえるんだったらもらっとこうかなってことですよねで今5円相当のビットコインっていうとなんだ5円かってなるかもしれませんけどもこの5円ってずっと5円じゃないんですよ日本円と違って値上がりしてますからね 値下がりしても5円がなくなるだけですから痛くないでしょでも値上がりするとこれが10円になったり100円になったりすると思ったらちょっとワクワクしませんか、うん、でちょっと左側の方を見ていただきたいんですけども今ご覧になっているのがフォームですけどもえ2番目の買い物ってところをねクリックしてみますポイントサイトに慣れてる方でしたらもう分かると思いますけどもこれ買い物をしたらビットコインでバックをしてくれますよってことなんですよ、ね、だからどうせ何かで買い物するんだったらこっから買おうかなって気にもなるじゃないですか 次仮想通貨って書いてますよねこれなんだろうクリックしてみるとあ仮想通貨の取引所口座開設をするとそれに応じてビットコインを上げますよっていうキャンペーンですねこれ結構いいですねこれね全部で7件ありますここだけでもさらに1万円以上ゲットできるかなってことですよねでも取引所の口座開設なんてめんどくさいやりたくないって方アンケートっていうのがありますアンケートに答えるだけでこうやって わずかですけどもビットコインがいただけます、うん、今ね16件ありますけどもこれだけでも何百円かになるんじゃないですかねで定番のクレジットカードクレジットカードを作ることによってビットコインがもらえるって形ですよねまあ楽天カードなんて当然ありますよねイオンカードとかモビットとかで他のセルフバックサイトだと例えばモビットだったら3,000円固定なんですけどもここではですね3,000円相当のビットコインなんで単なる3,000円じゃないんですよ これから値上がりする可能性のある3000円ですからどうせね、うん、クレジットカード作るんだったら今だったらこっちの方がいいかもしれないですねはいトラベルってのは旅行しろってことですかね旅行をして使った金額に応じてビットコインがバックされるってことですねえっと購入金額の例えば1.5%相当ってことは仮に10万円の旅行をしたとしたら1500円ぐらいのビットコインってことですかねうんであと会員登録ってところもあります 会員登録をするとそれだけでビットコインが何百円とかねもらえちゃうんでこれも上から順番まで順番にやっていくと16件ありますからまあ1,000円とか2,000円とかになるんじゃないですかで格安スマホっていうのがこれからどんどん出てくると思いますけどもそのスマホに切り替えるとそれぞれこういう風なビットコインがもらえるとインターネットの回線を切り替えようかなと思った方はこちらですあー結構ありますね インターネットの回線は上から下まで全部やろうというわけにいかないんでまあ一番有利なところにすればいいんじゃないかなと思いますその下証券口座 FX 不動産とありますまあ定番ですよねここはあまあ審査もそんなに厳しくないですしほとんどの方が取れていけるんじゃないかなと思いますそれに応じて結構ねビットコインのバックっていうのが割がいいんでこれなかなかいいじゃないですか1万円超えるのもありますよね利用っていうのがありますね うん、美容健康。なるほどね。これもありますね。で、友達紹介。あ、なるほど。ビットスタートってのを紹介することによる報酬がもらえるよってやつですね。で、私まだアカウントがないんで、これからアカウント作っていこうと思います。私もね、誰かの紹介でこのアカウント作りますんで、まあ、あの、私にこのね、案件を紹介してくださった方は、私からのお礼としてですね、えー、このアカウント作成ログインプレゼントっていうのがいくと思いますんで、 えー、楽ししみにてておいてくださいまあわずかだと思いますけどもね。えー、ということでビットスタート今日から私も始めようと思いますちょっとワクワクしてますよね今年ビットコインの値動きがものすごく気になるところなんですけどもまあここでね例えばビットコインを10万円分ぐらいゲットしておいてそれがいくらになるのかなっていう風なレポートできればうんなんか楽しいビットコイン生活が始まるんじゃないかなと思いますちょうど1月始まるとこですし、うん、タイミングとしてもいいかなと思います 一年かけてどのぐらいビットコインが育つのか、このビットスタートというね、サイト内でのビットコインっていうのはずっとこの中に残しておいて、その推移を見守ろうと思っております。よろしかったらね、皆さんもお付き合いください。じゃあ動画概要欄の方に紹介 URL をつけておきますので、皆さんが登録していただくと、 私のビットコインもぶっちゃけ増えるということなんで、まあわずかだと思いますけどもね、いくらぐらい増えるのかもわかりませんので、もしね、友達登録してくださる方がいたら、本当にあの、そういう意味でも助かります。何ビットぐらいもらえるのか、ちょっと気になるところですよね。うん。まあよろしくお願いします。それじゃあ今日から始めます。